公園体育文化センターでの A ボールの第2試合、細谷代表、新潟高等学校対東京都代表、東英育英高等学校の試合は、セットカウント2対0で、細谷代表、新潟高等学校が勝ちました。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.